さあキャンプツーリング、レッツゴー、よいしょい、レッツゴー、言うて赤信号やんけ、おいあれって京都の奥でしたっけ、奈良の間でしたっけ。京都だね、一応兵庫もそうだけどさ、意外と日本海側まで出ようとするとすげえ距離なんだよな。ああでもなんか一回相当天の橋立ての近くらさんまで行こうとしましたけど諦めました。遠いな、ちょっと下道での時間は無理と思ってやめました。でも僕三時間半やったな。150キロ、164キロとかちゃうかったかな。まあまあ走った、まあまあ走った。キャンプ場に到着しました。めちゃくちゃのどかですね。決まった？決まった、決まりました。めっちゃええ顔してるやん。なんかお客さんからいただいたコーヒーなんやろ。そう、サルタヒココーヒーというやつですね。こんな感じ、綺麗に引けましたね。テカテカです。はい、いい香りすんね。そこにもする？うん、すごいな。いや、いいね、これいいよ。平和やな。平和よ。サファーの方からいただいたサルタヒココフィー、コフィー召し上がれ。濃い、ネルドリップにしたからね。おー、めっちゃいいわ。あうまい、麻薬みたい。確かに酸味がほぼない。ローストがあと丸いね、味が丸くて深くて濃い、うん、濃いのは俺が過ごしたね。あうまっ、美味しいです。あのせっかくなんでこの消えてるの買っていきます。ウェイ、ドライゼロいいの。あ、これであれだな、橋口くんこれ飲んで帰る。あ、いけるわ、サンキュー。じゃあやっちゃう、やっちゃう。コーヒーじゃなくてビールやっちゃう。コーヒーはうまかったけどな、コーヒーは。多分やりますか。じゃあバンバーイ。ウェイ、あーうめえ。ノンアルでもうまい。めちゃめちゃ冷えてるやん。こんなん売ってくれてんねん。はい、あのちょっと行ったところに売ってて。いや、そうか、サンキュー。せっかくこんな炎天下なんか、はい、そうやな、冷えていただいてんのに。うわ凌介なめ青空がもう最高。さあ凌介ズキッチン。はい、なめこなめ。豚バラ肉、はい、これのネギバラ肉、これを串で切ります。これもありちょっと、何ですか何ですか、うん、うわー巻いてますね。シソ、シソです。うわーうまいやつやん。これ楽しみやな。うわー、いい音してる。う
うわ、ええ香りしてるわ。食べちゃおうかな、俺も。うまっ。あかっ。おっと、銀色のやつで流し込む。うんうんうん、うわでかっ。え、今日はそのサイズなの？お肉今日はそのサイズ。なんかもっとでかいの買ってくるかと思ったわ。買ってくると思ったんですけど、どうしようかなと思って。うわ、あと言いにくがなかったんですよ、本当に。あ、そうなの。なんか全部筋張ってて、これが一番美味しそうだったんで。まあ焼くのに時間もかかるしな。うん、結構安いじゃん。同じこと言ってる。これテイクスで。テイクス。皆さん、おの似合いますね。うん。お、もうやるな。いや、いいよ。じっくり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 いっちゃって、スキーではあるけど範囲は狭いかな。深掘りしたいかな。なんかアビリティなんか全振りしてますね。やっちゃ好きなことをね、長年やっちゃうんだ、子供なんだから。僕逆は飽きちゃうから。あ、なんか広く浅くやね。でも飽きることが悪いっていう印象悪く、飽きることって悪いことじゃないよ。うわうまそう。いただきます。うまー。うわー、いいですね。うわ、アメリカの肉できた。アメリカの肉。アメリカの肉です。うわー、上手に切りますね。うぃうぃ、ちょっとじゃあ話してくれんの。じゃあいただきます。うん、まっ、めちゃくちゃうまいで。なんで食ったことあるの。何それ。これ飲んでみる、その肉の後に。うまっ、めちゃくちゃうまいっすよ皆さん。めちゃくちゃいい具合なレア感やね。うわ幸せ。ご飯ができてのじゃん、うまそう。これうまいぜ。うわ、そこに、うわー、しそ巻ききた。絶対うまい。この弁当欲しいな。おかすぎやろな。いやいやいや、欲望のままです。そうやんな。あ、もう米が最高ですよ。わー、いただきます。帰ります。アウトカメラ、うん、インカメかと思った。悲しき。ちょっと僕は稽古があるんで、サンキュー凌介、ありがとう。料理、はい、うまかったわ。帰り道眠くなると思うから気をつけます。そうやな、タラフグ食ったしな、ちょっと火にだいぶ当たってたから。いや、まあ行ってきますわ。